津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回は高岡バレーボールスポーツ少年団を紹介します。高岡バレーボールスポーツ少年団は市市民小学校の子どもたちが通う女子バレーボールクラブです。普段は月曜日と水曜日、土曜日の週3回市市民小学校の体育館で練習しています。メンバーは10人で活動しています。創立40年以上の歴史あるクラブで、発足当時から庄山監督が指導しています。こんにちは、高岡バレーボールスポーツ少年団監督の庄山美穂子です。私は指導者として、子どもたちには小学生らしく明るく元気にバレーボールをプレーしてほしいと思っています。練習では試合で勝つこと以上に、子どもたち自身が勝つために考え努力することを大切にしています。また子どもたちにはバレーを通じて一人ではできないことを、みんなと協力してやり遂げるチームプレーの楽しさを感じてもらい、自分ができないこと、やりたいことにチャレンジする精神を身につけてほしいです。この日はバレーボールの基本であるパス、サーブ、スパイクの練習をしました。パス練習では2人1組となり、両方の手のひらを上に向けて額の前でボールを軽く弾くオーバーハンドパスと、肘を伸ばして両手を組み、肘から手首までの部分にボールを当てて返すアンダーハンドパスの練習をします。サーブ練習では相手の守備位置を示したカラーコーンをコートに立て、狙う位置を決めてからサーブをします。この練習方法でコントロールが良くなり、相手が返球できないサーブを打つことができるようになりました。スパイク練習ではジャンプの踏み込みと肘の角度、打点の位置などを意識します。またスイングの力が最も強くなる自分なりのポイントを見つけて、体でそのポイントが覚えられるように繰り返し打つことを心がけています。他にも試合を想定したレシーブ、トス、アタックの練習をします。レシーブはボールに素早く反応できるように身構えて、体の正面でしっかりとボールをレシーブしてセッターに返します。セッターはレシーブで返ってきたボールを仲間がアタックをしやすいようにトスします。アタックではセッターの上げたボールにタイミングを合わせ、スパイクやフェイントなどの攻撃を仕掛けます。練習の最後には保護者も参加して試合形式の練習を行います。この練習では味方との連携や相手のスパイクをいかにレシーブできるかを大切にしています。こんにちは、高岡バレーボールキャプテンの前山ひなです。私はキャプテンとして大きな声を出してチームを引っ張り、チームワークを大切にするように意識しています。試合では今年のチームの強みであるサーブに変化をつけて狙ったところに打ち、得点を決めていきたいです。
また私はトスが得意なので、今の目標はみんながアタックを打ちやすいトスをたくさん上げられるように頑張っています。こんにちは、高岡バレーボールの池田美月です。私は変化するサーブが得意です。相手がレシーブしようとして弾くととても嬉しいです。私の憧れのバレーボール選手はオリンピックや世界選手権でも活躍している石井由紀選手です。飛び込みながらレシーブするフライングレシーブや決定率の高いスパイクなどのプレーが好きです。将来石井由紀選手のようなプレーができるようにこれからも頑張ります。高岡バレーボールスポーツ少年団は定期的に大会に出場しています。今は9月開催のコスモス交流大会に向け日々練習しています。また去年は創立40周年の記念大会や同窓会を開くなどして、近隣のチームや卒団生など多くの人と交流しました。今年は卒団生とのデイキャンプなどを企画しています。こんにちは、高岡バレーボールの藤森琴音です。井出丸優穂です。お母さんへ一言、いつも送り迎えありがとう。バレーボール頑張るからこれからも応援してください。こんにちは、高岡バレーボールの松浦花です。別所里奈です。チームメイトの浜村聖奈さんへ一言、スパイクでたくさん得点決めてかっこいい。これからもいっぱいスパイク決めてね。こんにちは、高岡バレーボールの三谷佳子です。浜村聖奈です。お父さんへ一言、アタックをいっぱい取ります。どんなトスでも頑張って打って決めます。全国大会を目指すので、お父さんこれからも応援してください。高岡バレーボールスポーツ少年団は新しいメンバーを募集しています。練習日は月曜日の夜と水曜日の夕方、土曜日で練習に通うことのできる女の子であればどなたでも参加できます。バレーボールに興味があればお気軽に見学や体験に来てください。お待ちしています。